番問題なのは、はいはいはい、マイレージはこれに乗っても貯めれませんよというやつ。それが強烈なんだよ。ステータスに持ってる人たちは最高だになるんですよ。価値をこうやって上げていくわけ。だから今後発生してくるのっていうのがすごい大事になってくるね。未来が分かるかどうかで全てが決まるって言った方がいいんじゃないの。要するに LCC 取りってことになるわけだ。何発生するか分かる？荷物を有料にするとここ分かんなきゃいけないんだよ。 ANA さんのステータス SFC がもう取れなくなる可能性もあるでしょ。もしかしたらこれ呼び水かもしんないよ。気をつけた方がいいよマジで。ガチンコマイジクよっよっ。さあまた今日も始まったね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどうしたのかな。一応ですね、日本初のパーマネントトラベラーとして50人以上世界を巡ってですね、総フライト数も2600以上、獲得マイル数も550以上ということで、なんと飛行距離ですね、地球75周ですね、月まで 4.3 往復ということで、とてつもない時間を飛び回っていらっしゃいます。ホテルの分野では日本初のハイアットインサイダーですね、ハイアットライフタイムグローバリスト、ヒルトンもライフタイムダイヤモンドですね。そういった極めてですね、日本人でも取得が困難なステータスを多数取得しておられます。住所、今日もですね、すごく興味深いニュースが流れてきました。 ANA さんがなんと国際線運賃を改定するということで、結構ビッグニュースが舞い込んできました。今日はそれについて住所のご意見伺いたいというふうに思っております。 ANA のホームページをご覧いただきたいと思ってますが、国際線運賃の選択肢が広がりますという表現を使ってます。まあ変更はね、解約と思われると嫌だからいい言い方をするわね、なるほど。はい、ありがとうございます。あの変更のポイントはですね、今映ってますけれども、変更のポイント1ということは名称が変わりましたということと、あとラインナップが変わりましたということなんですが、変更のポイント2つ目ですね、予定の変更とか払い戻しに加えて預け入れ手荷物や事前座席指定の選択肢が広がりますということなんですけれども、ちょこっと見ていくとですね、今まで7つあった運賃体系が8つになって1つ増えたということなんですけれども、左側ですね、ベーシックライト、ここが新設をされまして、なんかちょっと見るとですね、あんまり選択肢が広がってないような気もするんですけれども、その代わり安いというものなんですが、局長、これご覧になっていかがでしょうか。まあやってきたなという感じで、だいたい15年遅れ、そういう感じだよね。はいはいはい、うん、やっとやってきたなっていうのは何かとこう比較されておっしゃっていらっしゃるんでしょうか。先進国の飛行機会社っていうのはだいたい15年から20年前ぐらいにやってることなので、はいはい、だからびっくりもしないというか、そういう感じだよね。15年ぐらい遅れたかな、20年ぐらいかな。でもまあいいんじゃないですか。ありがとうございます。ガチンコマイル塾にもですね、非常にこう視聴者の声で、最近こうインフレとかですね、円安でなかなかこう海外旅行に行けないっていう方非常に多いようなんですけれども、なんかそういったものに配慮して ANA さんが作ったのかなというふうに思ってたんですけれども、今のお話だともう本当にこれが来ることがもともと規定路線で決まっていたということなんでしょうか。まあ、そういうことだね。だって先進国の飛行機会社がみんなやってるんだから、15から20年遅れで来るんだよ全部ね。これビジネスも同じですよ。あの仕事も全部そうです。だからあなたのやってる仕事だとか、言い方悪いけど日本で成功するっていうのはそんなに難しくないってことだね。だから、だから日本の成功者は全部そうでしょ、海外絡みだから。そういうことなんですよね。 ありがとうございます。日本の成功者、今あの確かにビジネスの話が出ましたけれども、実際塾長からですね、学んでる方って経営者の方とかエリートサラリーマン、一見成功してる方が非常に多いんですけれども、その方々が塾長のところにこう何度も訪れるんですが、塾長は何を教えてらっしゃるんでしょうか。僕が指導してる人たちっていうのは、そうだね、第1期生のコロナっていうのは、まあ、ほとんど人が収入ね、よく言う話だけど10億円は超えてるから、そういう人たちがほとんどだよね今ね、なんでそういう日本から50年遅れてる国、日本から50年先行ってる国とか、それで合計100年ぐらい常に移動して見てると大体わかるわけだよね、それが。なんでそれを教えてあげたり、あとは考え方だったりとか、こういう風に来るよと、こういうのが来るよっていうのわかるので、それを教えてあげてる、それだけのことです。これから日本に訪れる未来がわかると、ご自身の生活とかビジネスっていうのが成功する確率が上がってくるって、そういうことですね。未来が分かるかどうかで全てが決まるって言った方がいいんじゃないの。やっぱ人間の能力の一つすごいもんだからね、見通すという、それをできるところをやっぱ使っていかないといけないね。はいはいはい、ありがとうございます。まあ、これから日本に50年後来る未来、まあ、そういったものを塾長が世界を飛び回りながらご覧になっているということなんですけれども、今日ですね、海外のニュース、ルフトハンザ航空のホームページをちょっとあの一緒に確認していきたいなというふうに思うんですが、欧州内運賃でですね、エコノミーライトというのがありまして、これ見ると機内持ち込み手荷物だけの旅行ということで、今回の ANA さん、
そういったものを真似してるってことなんでしょうか。あ、そうだね。これ何年前ぐらいにできたものなの、これ。これですね、2015年にできたものだそうです。あ、10年前か。ずいぶん前だね、だからね。はいはいはい。まあ、そういうことね、うん。なるほど。だからまあ、ここに関して話をすると、ルフトハンザよりもまあ先にやってる会社はもちろんあるんだけども、はい、ただこれなぜあるかっていうことを分からなきゃいけないね。はい、物事っていうのはエコノミーライトがあって、例えばこれはベーシック料金。で、日本に10年後に来ました。はい、で、なぜ先進国がこれ取り入れたかっていうことを知らなきゃいけない。はいはいはい。それを知らないと、今回日本がなんでこれを取り入れたかっていう理由が分かんないじゃない。だから表向きは簡単そうに見えるんだけど、その理由を知らなきゃいけない。なぜを知らないと何も進まないってことだね。うん、それは経験して見てないとわからないと思うんです、はい、でここのなぜの部分なんだけど、なんでかっていうと、エコノミーライトこの時発生したのはいわゆるアメリカでもそうだしヨーロッパでもそうなんだけど、 LCC の台頭ってことになってくるわけね。 LCC が出たということね。はいはいはい。で、 LCC がものすごいパワーで広がっていったわけ。その時にみんな安いからって言って安い方に乗るわけですよ、はいはいはい、ところがこういうフラグシップキャリアだとかっていうのはもう手荷物は無料だし、それから座席の指定も無料だったわけです。全て食事も出しますよ、何から何まで出しますよという状況で LCC と戦わなきゃいけないから、はいはいはい、大変な思いするわけだよね、で日本はなんでそれがすぐやってこなかったかっていうと、日本の場合は新しい産業を潰すのが役目なんで、はい、だから JAL が株を買い取って、はい、で ANA がピーチを買い取ったりして株をゴソッと買うけど潰すわけですよ、そういうのが出てくると自分たちが困るじゃない、はいはいはい、そういうのを株を買って潰すわけ、だこれが日本の手法なのよ、だから遅れるわけ。そういうのに気がついてくるまで時間かかるんだよね。今やっと気がついてきたんだよね。そうやって抑えていくだけじゃ勝てないよということが分かってる。なるほど。そういう小さな芽が出てきた新しい産業だったり小さなチャレンジな会社をね、それを大手の会社が株を買って買い占めてしまうっていうのはもう反社会的だよね。だってそう思わない。これからね伸びてくる日本のために貢献するために頑張って、で少しでも金額を安く日本の国民のためにやるっていうやってる人たちをガサッと買うわけじゃん株を。確かに、はい、どうかな、それが社会貢献になってるかなと思うよ最近の大手の会社の人たちは。はいはいはい。だから何を言ってるかっていうと、手荷物を、まあ、LCC が出てくるってことだよ。だから手荷物もダメ、はい、それから事前座席もダメで、ダイヤモンドの人ですら指定できないよ、ダイヤモンドの人ですら手荷物ダメだよ。あで一番問題なのは、はいはいはい、マイレージはこれに乗っても貯めれませんよというやつ。それが強烈なんだよ、うん、要するにマイレージこれ乗ってもカウントしてくんないね、はい、マイレージもカウントできない、はい、乗ったステータスにも関係ない、でステータス持ってても何のあれもないっていうところまでやってくる可能性があるんだよ。そうするとこれ買う人は要するに LCC 取りってことになるわけだ。今すごく興味深い話だったと思います。実際日本でもやっぱりインフレ円安でなかなか海外旅行しづらいというお声が本当に多く届いてまして、その方々が何をしているかというと、やっぱりこういかに安く行くかっていうことでですね、本当に安いチケットを常にこう探しているような状況が発生しているということなんですけれども、うん、先ほどルフトハンザのこちら見ていただくとちょっと気になるチケットもありましてですね、うん、エコノミーグリーンっていうのもあってですね、これなんと雲の上でも持続可能な旅が実現できる運賃ということで、なんか CO2 がこう少ない量のものを選べるようになってるんですが、うん、これって日本じゃあんまり見ないんですけれども先進国ではこういった多いんでしょうか。もう全部出てくるよ CO2 の排出量って。だからこの飛行機に乗ると CO2 はどのぐらい出ますよと、はいはい、で乗り換えする人いるじゃない、乗り換えすると CO2 がもっと発生するわけだよね、そこのところで CO2 が発生しないところを選ぶ。この話はね信じられないと思うんだけど、例えば日本からドイツに行きますってなった時に片一方が CO2 が、すごい低い、片一方が CO2 がすごい高い、CO2 を出してんだけど片一方のチケットが10万ね、はいはい、で片一方のチケットが20万でしたと、でも20万だけど CO2 排出してませんと、少ないですと、はい、その時日本人だったら迷わず同じチケットだったら10万円のを買うわけですよ。はい、そうだと思います、はい、でも僕が最近よく言う地球に住んでるというイメージをしたら、そしたら日本人は関係ないわけですよ、こんな排出出してるのどこの国でやってるか分かんないし関係ねえよって10万円買うわけですよ、はい、でもある程度ステージが上がった先進国の人たちはいや悪いけど CO2 が少ないから半分だから20万のを買うよと、そういうことなんだ。お金に余裕がある人がいやそうじゃない、はい、そういう風になってるということ、ね、だからこれは非常に悲しいことなんだけど先進国と発展途上国の人が、はい、発展途上国の人は CO2 の排出量そんな関係ないよとだったらもう2万円だろそっちに乗るでしょみたいな、20万円払ってなんでこっちに乗るのみたいな、そういう形になるわけですよね。ここは人間のステージの違いということ、バカにしてるわけじゃないね、それは日本の役割ということ、
ありがとうございます。塾長から直接こう学ぶ方々っていうのは、本当に経営者とかエリートサラリーマン非常に多いんですけども、その方々が塾長に教えてもらうとですね、今まで自分がこう選択してきたこうチケットとか、まあ、いろんな人生の選択っていうのが、真逆だということで、非常に衝撃的な声を上げられるんですけども、日本人と先進国っていうのは、いろんなものが逆なんでしょうか？いやいや、そういうことじゃないよね。真実は世の中に広まらないわけ。ってことは真実じゃないものが世の中に広まってるわけ、はい、だからその真実をやってる人は真逆に見えるってそれだけのことなのよ。ああ、そうなんですか。だから思い込みなのよみんな、はいはい、思い込みでみんな生きてるわけ。はいはい。自分が思ってやってることっていうのは思い込みで、え、実はよく考えたら、え、こっちじゃん、富裕層の考えてることが正しいんじゃないのと分かるわけだよ、はいはい、でどうやったら分かるかっていうと、富裕層の人と接しなきゃダメなんだよ。だからバフェットの昼食券がいくらだっけ、はい、1時間だけど25億円だっけ。あ、はいはい、たった1時間接するだけで全て分かるわけでしょ、空気感で、はい、それをやれないのね一般の人たちっていうのは。なるほど。そうするとそこでよどんでしまうっていうことね、はいはいはい、思い込みがずっとそのまま一生続いてしまうっていう、はい、このチケットの件もそうなんだけど、まあ、ちょっと外れちゃったけどね、はい、例えばこのチケットで何を発生してくるかっていうと、今ちょっと一応ここまで来たから話はするんだけど、はい、これ見ると分かると思うんだけど、いわゆる荷物が有料ですよと、はい、何発生するか分かる？荷物を有料にすると、ここ分かんなきゃいけないんだよ。荷物を有料にするとですか？うん、預け入れの荷物が有料になるわけでしょこれ。はいはいはい。そうするとどうなると思う？すいません、ちょっと想像がつかないです。要するに下から改革したんだよね。だからみんなは何を考えるかっていうと、ダイヤモンドまでいっぱい出てきて、ダイヤモンドモアまで一緒に出てきたから、そのダイヤモンドモアの上作るでしょみたいに考えるわけですよ。あ、はいはい。そうじゃないんだ。下を変えたっていうことだね。何を言ってるかっていうとこういうこと。いいですか？手荷物が有料になるとどうなるかっていうと、この安いので乗ってる人いっぱいいるじゃない。はい。そうすると手荷物は預けないのよみんな。当たり前じゃん。お金かかるから。そうすると手荷物を預けずに飛行機の中に持ち込んでくるわけだね。はい。そうすると飛行機の中の荷物入れがパンパンになるわけだね。はいはい。そうするともう一ついいのは、下の荷物入れるところが航空会社として空いてくるわけだね。そうするといろんな荷物を運べるわけだね、この航空会社は。ああ。今まで無料で預けてたもの。はい、はい。そうすると何が起きてくるかっていうと、さっき言ったように機内に持ち込んで上のある瓶がパンパンになるわけだね。はい。そうすると何が発生するかっていうと、優先搭乗して先に乗った人が使えるわけだね。わかる？今優先搭乗もなくそうとか言ってるけど、はい、今度はいや早めに優先搭乗して荷物上に入れてしまわないとお金かかるしってなってくるんだよ。そうやって今度価値を上げていくわけ。それの今優先搭乗クソ、手荷物無料クソになって、事前座席して、どんなもん誰でもできるでしょうみたいになってくる。持ってると今度違うんだよ、はいはい、事前座席が指定できないじゃん。だからもうこれはステータスに持ってる人たちは最高だになるんですよ。価値をこうやって上げていくわけ、下を作ることによって。面白いでしょ。へえ、面白いですね。はい、うん、そうやってやっていくんだよね。で ANA さんはそれに気がついてないと思うんだけど、僕らみたいにヘビーユーザーにしてみればそういう意味なんですよ。なるほど。だから今後発生してくるのあと5年ぐらいかかると思うけど、優先搭乗っていうのがすごい大事になってくるね。荷物を入れられなくなるんだよ、飛行機の中で、はいはい、荷物入れれませんってなると、出してくださいって言われるから、荷物だって乗せるとこないんだもん飛行機の中で安全上にしっかり入れなきゃいけないってことになってんじゃん。足元にも置いちゃいけないってことになってるじゃん、はい、そしたらもう荷物出してくださいって、そういう話ですよ。あ、大変なことになるんですよ。そうするともうずっと座れないのよその人は、はい、荷物入れるまで、はい、ということで日本の場合は今まで30分ぐらいで搭乗からね、30分で出発するんだけど、それが40分とか50分とかになっていくの今後ね。もたもたするから、最後の人はひどい思いしてみんな見てるわけですよ、はい、ああステータス持っててよかったと思うわけ。みんなすごい手法でしょ。そうですね今度は座席指定も有料になってきて、で高いわけですよ前方の方が、はい、そして来ると前方の方に無料でステータス持ってる人は座れるようになるわけ、はい、よかったになるわけです、うん、そうやって締めにかかるんだよね。今回のね国際線運賃の変更っていうのは ANA さんが早かったけど、そういう意味なんですよこれ。なるほど。なので LCC バリの人がたくさん乗ってくる可能性があるっていうね。それはいいんじゃないの別に。ありがとうございます。塾長常々ですね、やっぱりステータスっていうのはもう早めに取った方がいいというふうにおっしゃっているんですけれども、こういうところにやっぱ現れてるってことなんですね。うん、ステータスも取っといた方がいいね。これ例えばみんなに言ってたけど、 ANA さんのステータス SFC がもう取れなくなる可能性もあるでしょ。もし今年でバーンとやられちゃったらこれ終わりだよ。もしかしたらこれ呼び水かもしんないよ、はい、気をつけた方がいいよマジで。 JGC みたいになったら大変なことになるからね。確かに突然やってくる可能性が高いってことね。それもね、 ありがとうございます。ガチンコマリ塾ではですね、そういったステータスの取り方みたいなものもですね、しっかりと視聴者の方にお届けできるようにですね、コンテンツを配信しておりますので、ぜひご興味ある方はですね、チャンネル登録といいねマークをお願いしたいと思っております。
今回の ANA の運賃変更ということなんですけども、一つちょっと面白い興味深い統計がありまして、ちょっと塾長こちら見ていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、JTB 総研が法務省の出入国在留管理庁のデータを分析したものなんですけども、しっかりとした行政から出たものを分析したもので、日本人がどれだけ海外に出国してるかということを表したものなんですが、2024年4月の日本人出国者数は、前年同月比で比べると、58.7% 増えてるようには見えるんですけれども、2019年比、要はコロナ前と比較するとですね、-46.7%、要は半分も戻ってきてないという、結構これ衝撃的な統計なんですけども、実は世界を飛び回られる中で、日本人ってあんまり旅行されてないんでしょうか。そうだね。ある時 CA さんが僕に口を滑らしたことあるんだけど、長距離船で10時間以上飛行機に乗って日本に行くわけだけど、はい、局長もおじいちゃんだからね、しょうがないからビジネスクラスに乗せてもらうわけですけど、お願いしてその時にやっぱびっくりしたのが、ビジネスクラスに日本人が一人も乗ってないんだよね。そうなんですか。どこの会社だったかちょっと忘れたんだけど、はい、CA さんが口滑らして、今日は日本人お客様だけですっていう。そうなんですか。ビジネスクラスはね、でエコノミークラスにわーって座ってるわけですよ。はい、バカにするとかそういうことじゃないんだよね。悲しいよマジで。しかもアジアの人たちがいっぱい座ってるわけだよ、ビジネスクラスに、日系の。それで何クソと思いますよ僕も。はい、でもなんとかして元気にしなきゃいけないなと、その一つですよ。だから簡単に言うと、これほら海外に行ってる人少ないじゃない、もう完全にうちにこもってんだよみんな。僕がさっき言った通り、はい、僕の生徒さんっていうのはほとんど出ていくわけでね。はい、それでもうかなりにリッチになって成功してる人たちがほとんどなので、簡単に言うと日本人今出てる人も少ないでしょ。はい、だから逆やればいいんでしょ、出ればいいんですよ。そうすれば成功する確率が今までの2倍ってことだよ。だって 50% も減ってんだから。はい、なるほど。だから成功者っていうのはそういうふうに考えるってこと、他の人と全く逆のことをするってことね。一般人は円安だし、はい、高いから今やめようって言ってスッとやめるわけじゃない。はい、その逆をやればいいことなの。真実は世の中に広まらないってそういうことなの。はい、チャンスはたくさんあるってこと。ありがとうございます。また外れちゃったねありがとうございます。今のところちょっとだけすみません。本当にですね、塾長から直接学ばれる方っていうのは今まで旅行にあんまり興味がなかったりとか、航空会社のチケットを選ぶのも本当に安さ重視で選んでる方が多かったんですが、塾長から学ばれると行動が真逆になるんですよね。要はステータスに全く興味がなかったんだけれども、急にダイヤモンド、もしくはダイヤモンドをモアモアで取ってですね、世界を飛び回ったって、その結果ご自身の人生とかビジネスが本当に大成功するという方がですね、本当に今非常に多いんですけれども、塾長が教えてらっしゃるのはなんか移動することとか世界を見ることを教えてらっしゃるんでしょうか。いやいや、結局大富豪とか成功者の分析をしてたりもするので、はい、そういう人たちがどういうことをしてるのかっていう、それだけですよ。それを真似すればいいことでしょって簡単なことですね。あ、はいはいはい、それだけのことです。だから難しいことは全くないってことだよ。それを真似せずに自分なりで、いやこれはこうだからっていろいろ言いながらアレンジをみんな入れるわけですよ。それを入れた途端に全て終わるってことだね。僕の生徒は結構素直にやるから、はいはいはい、そういう人たちがみんな成功していくっていうのがね。ありがとうございます。塾長から学ばれる方っていうのは本当にもう一見するとすでに成功者の方が多いんですが、成長意欲も非常に高くてですね、一歩でも自分の生活を良くしたいとかステージをアップしたいという方が、もともといろんな勉強されてる方が多いんですけども、塾長のもとを訪れるとその方々が言うのは、本物はやっぱりここにあったんだっていうことを皆さん本当におっしゃるんですが、そういった成功者の法則っていうのは、じゃあなかなか学べる場ってないと思うんですけども、塾長そういったことを教えていただけるんでしょうか。そう、非常に言いにくいことなんだけど、要するにどうしても自分で溜め込もうっていうことになってくるんだよね。情報をギブしないってことなんだよ。はいはい、なのでそういう大事な情報は自分の心の中に留めるっていうこと。日本っていうのはそういう、どっちかというと発展途上国よりの話し方、考え方っていうことなんだ、はい、一緒にギブして発展してこうよってことにはならないってこと、みんなと一緒にという、そういう血で血を洗うテイカー同士みたいな感じになっちゃってることは事実なんだよ。だからお金お金っていうのは結構多いよね。これ見ると30年前のアメリカだよね。アメリカといえばお金お金じゃないですか、はい、昔、はいはいはい、でしょ。今は全然違う。どっちかって言っても日本がお金お金でしょ、もう全てちゃんとそういう役割を担ってるってことじゃあ日本は次どういうとこに行くんですかって分かるわけじゃない。それをみんな教えてあげるって、ただそれだけのことですよ。僕は大したことやってないってことだ。日本ではなかなか学べる人がいない。要は世界をこう巡りながら、塾長は本当にいろんな海外に拠点をたくさん持って、ビジネスで会社を本当に様々立ち上げて世界を飛び回ってるんですけども、そういった日本人が少ない、ほとんどいないということなので、学べる方がいないというふうに今塾長がこう直接学んでる方々が本当にそれを強くおっしゃるんですけども、やっぱりそういう上で世界を巡る中では、エアラインのステータスとかクレジットカードとか、やっぱりそういったステータスっていうのは必要になってくるんでしょうか。ステータスっていうのは非常に重要なポイントだよね。例えば今ある IT なんかも全部そうだけど、例えば Facebook、YouTube、Instagram、Google も含め、 Google や YouTube だけど、まあ、全部共通点ってあるよね。何ですか。共通点があるんですか。うん、え、
なんでしょう、いやちょっとすみません、ちょっと想像もつかないんですけども、共通点は1個だけですよ、いいねマークですよ、はい、フォロワーとか、はいはい、いいねマークです、誰が何人見たかっていう、そういう数字ですよね、いわゆる。そうでしょ、はいはいはい、これっていうのはステータスなんですよ、みんなに認められていいねという、これがステータス、そういうところにいるんですよ日本人も。でも欧米の方が全然進んでるけどね。そうなんですか。そういうところもしっかり見ていくというのはまあ大事なことかもしれないね。ありがとうございます。そうすると日本がこれから地球の役割、日本の役割となるんですけども、日本の役割はやっぱり今先進国が担ってる方向に少しずつ変わっていくっていう、そういうことなんでしょうか。もう変わってるよ、すごい勢いで。そうなんですか。だから35年かかったけどね、株も最高値更新してるし、はい、もう変わってるよ。ただこれ面白いのは一瞬でパラダイムシフトが日本の起きるから、その場合に置かれていく人と置かれていかない人とはっきりしてくるのね。こういうのをしっかり勉強してる人っていうのはちゃんとアッパー層に入っていくわけですよ。勉強してない人がどんどん置いていかれると、そういう完全な二極化に入るので、その直前にいるっていうことね。だからやっぱりみんな勉強した方がいい。僕は少しでも日本を元気にするためにこういうふうに発信してる、みんなに教えてるわけですよ。はいはいはい、うん、ということになるね。ありがとうございます。塾長、今二極化って話が出たんですが、日本って一力総中流社会なんて言われてですね、意外と皆さんそんなに貧富の差はないように感じて生活している方ももしかしていらっしゃると思うんですけども、これからこう二極化がどんどん進んでいくっていうことなんでしょうか。いやだって日本はもう株史上最高値更新してずーっと来てるでしょ。はいはい、絶好調なんですよ。塾長の時代なんて1億円の不動産って言ったら芸能人しか買えなかったんだけど、オークションですね。はい、今200億でしょ、この間出たの。それですぐ売れるわけじゃん。いやだって普通に中古で売ってた1億のやつ、塾長パッとこの間見たら5億になってたよ。だから 4,5 倍簡単になってんだよね。日本っていうのは今面白くて、一生懸命足を引っ張る文化になってるんですよ。なので儲かってる人絶対口にしない、めちゃくちゃ足引っ張られるから。はいはいはい、うん、だからもう口が裂けても言わないですよ、隠れてんのよみんな。だから俺景気悪い景気悪いって言ってる人が正義みたいになってるわけ。はいはい、みんな怒られちゃうかもしれんけど、そういう一般市民みたいな、はい、それが正義みたいになってるわけ。あ、いやあなた一般市民でいいんだけど、アッパーの一般市民になってくださいってこと。僕は、はい、文句ばっかり言って人の足引っ張る一般市民のじゃなくて、一緒にみんなで上がってこうよって、日本を上げてこうよっていう市民になってくださいってこと言いたいわけ。そうすれば上の方に入るよね、うんうん、そうすると人の足を引っ張るとか考えないね。だから上に上がってこうって、それがいいと思うよ。ありがとうございます。その上に上がる方法っていうのをですね、教えていただければっていうのは、うん、なかなか日本国内だとないっていう方多いんですけれども、うん、そういったことを教えていただく場っていうのを作っていただけないでしょうか。あの全然教えるよ。ただここで話するとまたいろいろ揉めるから、はい、ちゃんとその場を作ってメールアドレス登録してもらった人に教えてあげて、はい、今日だってこれ言いにくいこといっぱいあるもん。ありがとうございます。いや、あの本当に真実は世の中に広まらないっていうふうに塾長よくおっしゃるんですけれども、実際弟子たちが塾長から学ぶと、あ、やっぱり本当にその通りだったんだっていうふうに皆さん本当におっしゃるんですね。なので世の中に出てる情報と逆をいく、本当に成功してる方の情報に接するっていうのが、今塾長からもですね、二極化の話ありましたけれども、こう上のアッパー層に行くためには必ず必要かなというふうに思います。でこのガチンコマイル塾のリスナーの方はですね、非常にやっぱり上昇志向が強い方、いや一歩でも自分の生活を豊かにしたいという方非常に多いですので、その方々向けにですね、ぜひ塾長のクローズな場でそういった成功者の成功法則ですね、そういったことを学べる場をですね、ぜひ提供させていただきたいというふうに思いますけれども、これは塾長やっぱりメールマガジン登録した方限定でということでお願いできますでしょうか。あ、いいですよ、全然問題ないです。ただそのほら、そうだね、言いにくいことも言えると思うから、うん、それだったらいいですよ。ありがとうございます。ということでですね、今のお話、もっと深い話をですね、ご興味、聞きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひメールマガジンのご登録をお願いいたします。塾長からクローズな場で成功者の成功法則ですとか、先進国で本当に成功している方々がどういうステータスを使っているのか、こんな話もですね、ぜひ塾長の方からシェアをしていただきたいなというふうに思っております。ここからは国際線運賃の具体的な内容を解説していきます。塾長からも話がありましたが、先進国の航空会社を見れば今後日本にやってくるものが分かります。発表されて解約だというふうに思うのではなくて、待ってましたというマインドで準備しておくことが重要ですね。今回の国際線運賃も同様に仕組みを知って上手に使っていきましょう。変更のポイントは投影の通り2つです。1つ目は運賃名称のリニューアルとラインナップの刷新、2つ目は旅程の変更や払い戻し、預け入れ手荷物や事前座席指定の選択肢が広がりますということですね。具体的には7種類の運賃体系から8種類へのリニューアルとなりました。変更前が今映っているところですね、こちらが7種類となります。変更後はこちらですね、8種類になってます。一番の違いは新たに追加された運賃ベーシックと呼ばれるものですね。事前座席指定付加、無料手荷物許容量は0から2個というふうに記載があります。0ということは機内手荷物だけになるということになるので、旅行慣れしている人や例えば
ソウルや香港のような近場の国に、ね、旅行する方が利用されるのではないでしょうか。この米印の2を見るとですね、路線により預け入れ手荷物適用ルールが異なりますというふうに記載がありますので、実際に見ていきましょう。東京から香港ですね、往復 でエコノミークラス価格重視ということで検索をしていきます。バリューからの表示でベーシックは出てないですね。事前座席指定はバリューなら通路側、窓側、非常口座席付近は有料です。 ANA ダイヤモンドプラチナなら指定料金は免除されます。無料預け入れ手荷物は2個、ここが便によっては0や1個になるということです。予約クラスは行きが U クラス、帰りがダブルクラスです。別の路線も見ていきましょう。人気のハワイ線で10月を検索すると出てきました。香港線では出てこなかったライトの運賃がありますね。予約変更払い戻しは不可、事前座席指定一部有料、無料預け入れ手荷物は2個です。予約クラスは行きが L クラス、帰りが K クラスですので積算率は 30% です。表の通りライトやスタンダードといった新しい運賃が設定されています。一見するとごちゃごちゃしているように感じますが、右に行くにつれて高い運賃になり、予約変更などの融通が効くという点は従来と変わりはございません。ファーストクラスからエコノミーはですね、運賃名称の変更はあれど、サービスに関しては大きな変更はありません。今回のリニューアルはエコノミーが対象になります。特にベーシックは予約変更払い戻し不可はもちろんのこと、事前座席指定は ANA ダイヤモンドやプラチナでも座席指定はできません。ここは予約される際は注意しましょう。今回のリニューアルは東映の通り、お客様の旅のニーズに合った運賃をお選びいただけますということで、4つのパターンが紹介されています。まずは左側ですね、価格重視運賃重視派ということで安価なベーシックやライト、右側の早めプラン派、変更対応のバリューやバリュープラス、気ままに旅派ですね、払い戻し対応のスタンダードやフレックス、ビジネストラベラー派、変更払い戻し無料のフルフレックス、旅行で使うなら価格重視のベーシックやライトを選ぶでしょうが、修行となるとバリューやバリュープラス以上の運賃を選ぶのが良さそうです。今回様々な日付でリサーチしてみましたが、ベーシックの運賃は出てきませんでした。一番下の米印に新しい運賃の導入時期は路線によって異なりますというふうに記載がありますので、今後出てくることになると思います。ベーシック運賃を見つけたよという方はぜひコメント欄で教えてください。塾長もお話をされてましたが、未来予測ができるようになると今回のような運賃改定でも慌てることはありません。ヨーロッパで採用されていた運賃があると知っていれば、今後日本にもやってくることを予想することができ、それを見据えた行動することが可能になります。この未来予測を一人でも多くの日本人に伝えることが、塾長が世界中を飛び回っている理由の一つです。塾長はですね、これらの場所に実際に行ってビジネスをして、時には住んで、その場所にいる成功者を徹底的に研究してるんです。塾長の元には経営者や大企業の役員、医師や弁護士、政治家、芸能人など、本当に一見すると成功されている方が本当に多く訪れます。それは塾長からしか学べないからなんですね。日本で多くのことを学んで一見成功している人が、人生を本当に豊かにしてくれる本物を見つけたというのが共通の感想です。成功している弟子たちは、そんな塾長から日本で出回っていない成功者が実践している生の情報を直接学んで研究して実践をされています。それは成功者が持っているクレジットカード、エアライン、ホテル、まあ、様々なステータスはもちろん、なぜそのようなステータスが必要なのか、自分や家族の幸せレベルをもう一歩上げるためにですね、どうしたらいいのか、このあたりのマインドセットを徹底的に学ぶことで人生を飛躍させています。メールマガジンにご登録をいただいた方だけにですね、後日塾長から直接学べる場をご案内できるように準備しておりますので、ご興味がある方はぜひご登録をいただいて、案内が届くのを楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということでですね、塾長今日も貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコ毎日塾。